片山さつき、片山さつき、片山さつき、1959年5月9日台は、日本の政治家、実業家、行政諸士、自由民主党所属の参議院、議員、2期。内閣府特命担当大臣、地方創生、規制改革、男女とも同産が、女性活躍担当大臣を歴任した。元、衆議院、議員、1期。元、 大倉省主計官、旧姓、友永、株式会社、片山さつき政治経済研究所、元、代表取締役。埼玉県浦和市、現、埼玉市浦和区生まれ。現在は、東京都港区在住。1972年に、浦和市立高砂小学校、現、埼玉市立高砂小学校1978年に、 東京教育大学附属中学校、高等学校、筑波、大附属中学、高等学校1982年に、東京大学法学部を卒業し、同年4月に、大倉省入省。主税局に配属。入省同期に、福田淳一、前、財務事務次官、佐古田秀則、国税庁長官、助千樹、前、国税庁長官、遠藤敏秀、 金融庁長官ら。1984年、フランス国立行政学院、エナに留学。その後、広島国税局解田税務所長や主計局主査、横浜税関総務部長、関税局調査か関税企画官、主計局主計企画官等のポストを歴任。2004年7月、女性初の主計局主計官に就任。主に防衛関連の予算を担当。 2005年7月、国際局開発機関課長に就任。2005年8月、財務省を退官。2005年9月、第44回衆議院議員総選挙に静岡7区から自由民主党公認で出馬。郵政民営化法案に反対したため自民党の公認が得られなかった、無所属の木内実のるを748票の僅差で破り、初当選。 2005年11月、第3次、小泉改造内閣で、経済産業大臣政務官に就任。2006年9月、自由民主党候補本部長、代理健候補局長に就任。2007年7月、第21回参議院議員通常選挙の自民党惨敗を受けて、2007年10月に自由民主党候補局長を公決2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では自民党公認で静岡7区から出馬し、講演会などで土下座するギャを続けたものの選挙区内有権者の支持を得られず、前回破った保守刑務所属の木内実のるに倍以上の差をつけられ、惨敗。民主党の佐伯武氏にも公人を廃止、得票数3位の再開で落選した佐伯は比例復活により初当選。 2010年7月、第22回参議院議員通常選挙に自民党公認で比例区から出馬し、天台州の支援も受け党内トップで当選。2012年3月15日、国家公務員としての在職期間が17年以上あることから特任により無試験で行政書士登録を行い、東京都行政書士会へ入会、登録番号1億2080万3602 2012年12月、第2次、安倍内閣の総務大臣政務官、旧総務長担当に就任。2014年、参議院外交防衛委員長に就任。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、自民党公認で、比例区から出馬し、党内3位で再選。2018年10月2日、第四次、安倍改造内閣で、 内閣府特命担当大臣、地方創生、規制改革、男女とも同さんが及び女性活躍担当大臣に就任した。同内閣で唯一の女性閣僚である。2019年5月1日、新天皇即位に伴う、県事当承継の儀に、史上初めて女性として出席した。2019年9月11日、第四次安倍第二次改造内閣発足に伴い、 退任。2004年、ミサイル防衛システムの整備に数年で1兆円の追加予算が必要になり、正域なき構造改革を掲げた小泉内閣の後押しを受けて、防衛担当主計官として防衛費削減を推し進めた。佐々厚幸は、産経新聞の正論欄への寄稿で、ミサイル防衛システムにおける防衛庁要求の75%が削減されたと、し、 その結果、PAC3 の配備数が16期48発から4期12発に削減されたと述している。片山は、当時4.8兆円だった、防衛予算が4.7兆円台になっただけだと述べている。慰安婦については、旧日本軍による強制連行はなかったとする立場をとり、二千十一年十二月十四日、旧日本軍の慰安婦だった女性を支援する韓国の市民団体が、 ソウルの日本大使館前に慰安婦像を設置した際には、4日後に現地の検証のため奉還。韓国当局に像の撤去を要求した。さらに、2012年8月の李アキ大統領による竹島上陸を機に、日韓関係が悪化する中、韓国は竹島問題と従軍慰安婦問題、つまり、反日を国内をまとめる手子として使っているとて、 同年9月3日には、従軍慰安婦問題に係る国連特別報告書に関する質問主意書を提出。また、日本の中高校の韓国修学旅行の実態を調査し、2008年度には、中学で24校、高校で196校、いずれも文部科学省調べが修学旅行先を韓国とした上、訪問先に戦争と女性の人権博物館や、 ナヌムの家、日本軍、慰安婦歴史館挙げているとして、国益に反する洗脳教育が行われる危険がある。背後に、国内の、反日組織が関与している疑いもある。早急に事態を調べたいと主張した。2012年4月に発表された、自民党憲法改正案には、起草委員の一人として参加。笹厚之によると、片山はかつて防衛担当主計官として、 防衛費削減を進めた際には、平和な日本をどこの国がめるのかと述べて、防衛庁を批判していた。基本的人権を守ろうとすれば、それを犯そうと思っている人に対抗して守らなければ、ならない。それができるのは、国家です。現行憲法は国家について否定的すぎる。もっと国家の役割を前向きに位置づけていいだろうという、考えです。 現行憲法の規定の中には、西欧の添付人建設に基づいて規定されていると思えれるものが参見されることから改める必要があると考えましたと述べている。2005年に雑誌エリアにおいて選択的夫婦別姓制度について選べるようにするということは構わないのではと述べ賛成している。一方、2010年の読売新聞によるアンケートでは、 やや反対と回答している。竹島をめぐる大韓民国との領土問題については、かつて日中中感染問題で日本に有利とされる判決を出している国際海洋法裁判所へ提訴すべきと主張。また、韓国が領土問題で日本を侮辱する以上、日韓通貨スワップの凍結など、経済制裁で対応すべきとしている。自民党。 成長二重論問題政策責任者で、公明党、立ち上がれ、日本、新党改革の各会派と共に、東日本大震災事業者再生支援機構法案、二重論、救済法案の発議者の一人とな、最終的に民主党が、野党案の機構設立を受け入れ、2011年11月、同案が成立した、自民党の東日本大震災、 緊急対策 PT 次長と、瓦礫処理加速化プロジェクトチーム次長も務めている。生活保護行政については、大倉省の厚労省担当主査だった頃からの、こだわりがあると主張している。生活保護 PT を通じて、法改正の柱に、生活保護給付基準の10%引き下げ、食費などの生活扶助、住宅扶助を現金給付から、現物給付へ、 可動層の自立促進、公的機関での採用等の就労支援対策、過剰診療の防止などによる医療扶助の大幅抑制、自治体の調査権限強化と財政圧迫への対応の5つを挙げている。韓国、朝鮮籍の生活保護受給率については、日本人の約5.5倍に当たる14.2%、国籍別で1位に達しているとして、 制度の抜本的見直ししが必要としている日本禁煙学会が2016年の参院選に先駆けていった受動喫煙防止法についての公開アンケートにおいてレストランやバーを含む一般市民が出入りする場所は2020年までに罰則付きの禁煙とするべきであると回答していたが選挙後の2017年に厚生労働省が 飲食店などの建物内を原則禁煙とする健康増進法改正案を発表した際には一転して全面禁煙について反対している。経済産業大臣政務官在任中の2006年7月10日に政治資金パーティーを開催したが、経済産業省から外国為替及び外国貿易法違反の疑いで刑事告発されていた。 ヤマハ発動機にこのパーティー券20万円分を売っていたことが同年7月29日に判明した。パーティー券購入について片山の事務所は秘書が個人的に面識のあるヤマハの社員に依頼し、片山本人は感知しなかったと説明した。ヤマハ発動機は議員側から会社に依頼があったということで個人的なことではない。告発とは一切関係ない。 会社として自民党の地元議員を応援しており他の地元議員でも依頼があるとパーティー券を購入することがあるとしている同社の社長は記者会見の席上告発した章の人だからおかしいということだが裏には何もない地元の自民党議員に対しごく普通に言っている協力だと述べている2012年と2013年に 片山が代表を務める政治団体が浜松市内で支援者らを対象に行った新年会について会費収入に当たる契約220万円を政治資金収支報告書に記載していなかった子が2014年11月に判明した片山側は判明前に報告書を訂正しているとしているまた2013年上半期の片山さつき講演会の 政治資金収支報告書によれば、同会の支出には、出版社の大倉出版へ43万2千円を2回、50万4千円を1回の計136万8千円を支払いた。2006年12月、衆議院経済産業委員会の完成談合防止法改正案採決を無断欠席したとして、自由民主党国会対策委員会から、 所属常任委員会を変更、国会開会中の海外渡航を一年禁止、翌年3月末まで国会対策委員会への出席停止の処分を受けた。この処分により、経済産業委員会から決算行政監視委員会に所属が変更されたが、その翌月には経済産業委員会に復帰している。2014年10月21日の参議院は以防衛委員会において、 委員長を務めていた片山が政府側の答弁要領、想定問答を持ち込み、それを見ながら委員会審議に当たっていたことが発覚。野党側から委員長の中立的な立場を損なうと批判を受け、審議がストップする事態となった。上実の御嶽山に関するご情報発信の直後であったこともあり、党執行部は片山を厳重注意とした上で、この次はかばえないと通告。 片山は翌日の理事懇談会で謝罪した。2015年3月30日、自身が委員長である参議院が以降、防衛委員会理事懇談会に遅刻し、審議が中止となった。片山はこれについて4月2日の同委員会において陳謝した。遅刻は同委員会で2度目であり、自民党参議院幹事長より厳重注意を受けた。また、自民党幹部より、次、 同じことがあったら、やめてもらうなどの批判を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。